弓があれば駒だでも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるの地に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。今だ。奴らをメイドへ送ってやれ。
俺を撃つとは。縛られ矢の的にされたか。巴は待て、これは巴のもの。辺りを調べろ。巻物、蒙古の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。猛虎の矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。ウミワシの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。
猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。誰かが住んでおったようだ。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。聞こえたか。島のものです。誰かお助けを。寒い。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ。己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、行ってよ。死にたくない。長居は無用。行くぞ。殺しておれば。なんと。自由を得るため、巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの休日を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ。わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めねば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。